皆さんこんにちは。ジャンクなアルティックスについた有名レンズ、トリオプランでデジタル撮影してみたい、アズイズと申します。本日使ってみるカメラは、アルティックス N です。1939年に発売されたアルティサ社の、アルティックスシリーズ、その最終型です。発売時にはもう会社は東ドイツの国営企業に合併済みでした。特徴は、なんといっても人気レンズ、レイヤー社のトリオプランがついていることです。バブルボケで有名ですね。しかもレンズ交換式です。ただ、マウントが専用品で、マウントアダプターが普通は売っていません。なので、人気レンズなのにとても安く手に入れることができたりします。私はシャッタースピードが変えられないジャンク品を見つけました。シャッタースピード切り替えリングをジッポーオイルで清掃したところ、なんとか切り替えができるようになりましたが、干潮ではないですね。レンズは掃除しただけで大丈夫そうでした。それでは続いて、操作方法を簡単に説明します。絞りリングは一番手前、F2.9 から F22 となっています。12枚バネと豪華です。次がピントリングで、60センチまで寄れます。スムーズに動きます。次がレンズ取り付けリングですが飛ばして。一番根元がシャッタースピード切り替えリングです。最速250分の1ですが、そこまでスピードが出ていなさそうです。続いて、デジタル撮影のための機材を簡単に紹介します。今回も、NEX5 改造の自家製デジタルバッグを使います。同じチャンネルの1本目の動画で、もうちょっとだけ詳しく説明しています。カメラ本体との接続は、NEX5 のネックストラップ部分に結びつけたゴム紐を、レンズ取り付けリングの下に引っ掛けます。レンズを一旦外せば簡単でした。あとは、光線漏れ対策として、フィルム部分の隙間にメガネ拭きをねじ込んでおしまいです。これで撮影準備は完了です。カメラが比較的大きいので、違和感少ないですね。それでは、撮影に行ってみましょう。バブルボケ写真が撮れるといいんですが。今日は近所のバラ園近くの遊歩道に撮影に来ました。とても良い天気で、バブルボケ写真を撮れるほど、絞りを開けることができません。困った。良い天気すぎて、F8 では写真になりません。シャッターも一段遅く、多分125分の1ぐらいしか出ていません。やっと落ち着いてきました。最小絞り、F22 でどうにか撮れました。日陰ならカメラのギリギリではない撮影ができます。ただ、シャッターショックが大きくてちゃんと写った写真が少ないです。続いて、動画撮影です。F8 で撮ったはずです。動画用の高速電子シャッターは機能しているので、動画はちゃんと明るさのコントロールが効いています。花びらの中にコガネムシがいました。絞りを F2.9 にして、動画でバブルボケが撮れるかやってみたところ、撮れました。日中の撮影でバブルボケを狙うというのは、フィルムカメラ時代は難しかったようですね。動画限定ではありますが、なんとかバブルボケ撮影を楽しむことができました。ただ、写真も撮りたいので、屋内で光源を用意して撮ってみました。撮れました。バブルってます。嬉しいです。ただ、カメラのシャッターショックが大きくて、ブレまくります。ものすごい大変でした。動画なら簡単なんですが、ちなみに後ろで光っているのはクリスマス飾りです。真夏に引っ張り出してきました。デザートにワンコチャンネルなんですが、これもシャッターショックが大きくてブレまくり、ちゃんと撮れたのは、かろうじて1枚だけでした。モデルさん今日も被写体お疲れ様。なんとか写真が撮れるまで、付き合ってくれてありがとうね。
今回もいろんな大変さも含めて、とても楽しく撮影することができました。最後に、デジタルバッグを取り付けるために外していた圧板を元に戻して終了です。ネジ2本、1分の作業なのでこれは改造ではないですよね。トリオプランでのバブルボケ撮影も、なんとか成功してよかったです。シャッターショックが大きいのは、カメラのせいではなくて私の整備が足りないからですね。まだまだ修行が足りません。ただ実は、アルティックスマウントを簡単に、他のマウントに変換する方法もあって、普通はそっちをやった方が簡単です。私はカメラ全部を使いたかったんでいいのですが、そのうち手短にご紹介します。本日の動画はいかがだったでしょうか。これからも動画を投稿していきますので、次も見たいな、と思っていただいた方はぜひ、チャンネル登録をしていただけると励みになります。それではまた近いうちに、お会いしましょう。